フェリペ・プロスペロでアウストリアは、スペインのアストリアスコー。スペイン王フェリペ四世と二度目の王妃マリアナで、アウストリアの第三子として、マドリードで生まれた。1646年にフェリペ四世の王子、バルタサール・カルロスが死去して以降、スペイン・ハプスブルク家には、男子の多い継承予定者が生まれず、待望の王子であったフェリペ・プロスペロは大きな喜びを持って迎えられた。 出生後、直ちにアスティリアス行為を授けられた。1659年に宮廷画家ディエゴ・ベラスケスが描いたフェリペ・プロスペロ王子像は幼子に対する深い優しい眼差しだけでなく王子が生まれながらに病弱であることを劇的に反映させている。この絵は現在ウィーンの美術史博物館が所蔵している。1661年 弟カルラス王子誕生のわずか数日前、フェリペ・プロスペロは3歳で病没した。ありがとうございます。